こんにちは、かくづけです。やっていきましょう。サンヘイブンです。お、お手紙が来てるぞ。こんにちは、かくづけ。昨日夕食を作っていた時よ、一日中大鍋をかき混ぜた後にこの曲を聴くとどんなに癒されるか実感したの。私の大好きな曲だから、あなたに少しでも安らぎを感じてもらえたら嬉しいわ。キャサリンさんの曲だ、ありがとう。燃えてるよ。お、マンゴーができた。やっとスナックマをなんとかできるぞ。あ、まだだったまだだったか、てっきり。あ、そうだ、レインクラウドを使ってみよう。いい、素晴らしい。もういらないね、こんな小さなジョウロなんて。これとこれを入れると、よし。ここコーヒー豆、ドリアン、古い斧。あ、やっほー、ベトベト。スライムグープをくれたよ。スライムグープ、本当にこれ何のためのものなんだろうな。で、ご飯は空腹度半分っていう感じだね。とりあえずスライムグープここに入れておこう。ニワトリちゃんを、よしよし。ニワトリ小屋の中のあれを取り出すことって、あっ、やった、やったよ、これだよ。なくなっちゃったよ。動物の餌やり機から取り出して2個。やったー。動物の餌を置くと。あー、よし、これで食べてくれるよ、きっと。きっとだけどね。明日様子見だな。よし、完成したのでサイロを作りますと。うん、今日は木にボーナスダメージだ。いいぞ。この大きい木を壊しちゃおう。今日は5時にルシアさんとデートです。こんなところまで来たらな。ここどんな風に飾り付けようかね。ここら辺とかね。あ、そっか、サンヘイブンって複数人プレイ OK だから、だからこんな広いのか。みんなの家をそれぞれ建てるのかな。よし、スキルポイント、非常時の、そうなのよ。乗りたい、動物に乗りたい。クリティカルヒット率アップ、悩みどころだな。あ、丸太の量だったな。今日はちょっとこの大量の木を切ろうかな。あら、そんなところに銅鉱石がある。気づかなかったな。お、鉱山行きたい。鉱山行って
て、あれ？私鉱山行って何したいんだっけ。アダマントの斧はもう作ったからいいか。よし後ろにしれっといろんな資源が隠れてるんだな。そうだ、養蜂箱も作りたいんだよね。あ、そのためだったっけ。違うな、なんだ。おっしゃー、あーし、わー、綺麗になったねーと思ったけどまだだった。じっくりじっくり。よし、アダマントの斧とかになったから、そろそろ寝る張りの方もね、いい感じにできるかもしれないね。よし、うん、お、蜂蜜できてる。よしよし、蜂蜜は一応溜め込んではいるよね、食べ物入れに。うん、だからあ、いやいやいや、クエストで来られても大丈夫。コーヒー豆、お、ドリアン入ってないか。花は別だったっけ。うん、これ以降は結構売っちゃっていいかもね。フィッシュグリル、ローストドラドね。うん、でお金がなんか十分すぎるぐらい溜まってきたな。何かしら思い切ったことをするときなのかもしれないね、そろそろ。よいしょ、5時近くまで穴掘ろ。あ、ちょっと待って、クエストなんかあるかな。あ、キャサリン明日デートしよう。夏のおやつアップルソース人気ね。カレーランチ、あ、カリフォルニアロールか。よいしょ、寿司のやつ作れなかったからな。キャサリン、君のことが気になって仕方ないよ。あら、格付け、優しいのね。私のことを思ってくれるなんてお世辞でも嬉しいわ。一緒にお出かけしない？どう？デートしたいな、キャサリン。なんて素敵な言葉なの。明日の午後5時に私の家に来てね。待ちきれないわ。やっぱり午後5時だった。昨日受けてたらやばかったね。かぶってたね。よっしゃ。あ、また落とし物だよ。よし、21。アダマントをいっぱい掘って、アダマントの鍵を作らないとね。ないな。お、金。どう、いるかな。お、よし、鉄鉱石。マグを倒し、あ、大きい方壊しちゃった。お、鍵だ。よし、行こうか。いや、行こうかっていうか、今回掘るのが目的だからな。
まだ先に進まず反対側を見てもいいね。石炭ナイス。いいね。弓最強。5時。こっからなら4時半に出れば多分大丈夫。よし、行こっか。鍵を大量に作るぞ。やあ、アクションステージだ。うわ。よいしょ。オッケー。うん、いいよ。邪魔だね。お、お、お、お。ファイアクリスタル。あ、じゃなくてこれはルビーだった。はい、ファイアクリスタル。お、お。できた。ちょっと思ったけど、設定、ディスプレイ。動画だと暗いかなって心配になったけど、明るさ設定はなさそうです。あれ、鍵持ってないね。よいしょ。あれー、鍵出ないな。うわ、ほい。あれで、で、あ、よし、出た出た。おい。23。1時半。お、いいね、いろいろ、うわ、いろいろある。ナイス。お、お、お、よし、いいぞ。いいぞいいぞ。わあ、いいぞ。こういうのを求めていたのよ。よし。うん。よいしょ。はい。いいよ。鍵も出たし、素晴らしい。よし、もう一回総分ぐらいって終わりかな。うん。様子がわからんぞ。あるのか、あんまりないのか、あんまりない。よいしょ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 。うん、お、いいね、石炭。お、やったね。採掘レベルが上がり、マナ
が回復するごとに3ゴールド。あー、なるほどなるほど。ちょいちょいゴールド入ってるなって思ってたけど、そういうことか。宝石直接売ること多いよね。あ、でもこれだけで回復するんなら、すごいよこれ。よし。2時半。汗だくでデートに行くことになるな。よいしょ。おいしょ。あ、やったー、石炭。はい、終了です。帰りましょう。どのくらい手に入れられるかな。あ、りんちゃん、やっほー。ほい。うん、ウルシアさん、町役場でいいよね。じゃあちょっとインゴットを作っていこう。よしよし。インゴット、アダマントですね。うん、5個かー。鍵1個しか作れないなー。まあ、鉄もちょっと作って。くー、辛いものがあるなー。助かる。よいしょ。ちょっと邪魔だね。うん。あ、間違った、ごめん。サイロ。あ、サイロどこがいいんだ。どこでもいいよね、正直。遠くの方でも。急げ。はい、ここに動物の餌を。やばいかもしれん。あ、初めての遅刻をするかもしれん。急げ。罠切りは大丈夫。急げ。危ない。ああ、ギリギリだー。ふぅ、大変だったね。お、また増えた。ちょこちょこ触れるといいんだな。ああ。危なかった、ルシアさん。こんばんは、カクスケ。長く余ってないから、心配しないでね。焚き火のそばでくつろぎましょうか。準備はできたよ。あ、ここか、焚き火って。カクスケ、いいアイデアだったよ。提案してくれてありがとう。私はつい自分のための時間を割くのを忘れちゃうから、時々思いさせてくれてありがたいな。
たまには息抜きも大事だよ。もちろんそれはわかってるよ。でも三平分にはやるべきことがたくさんあるんだ。その中でそれを自分に言い聞かせるのは難しいよ。私は大魔導士になってからまだ5年しか経ってないんだよ。そう、三平分の衰退の真っ只中に始めたんだ。最悪の状態だったと言ってもいい。そのせいでこの町のことが頭から離れられなくなったのかと思う。休暇が必要だ。面倒見のいいリーダーだから仕方ないんだろうけど、休暇が必要だなぁ。でいい、あ、下がっちゃったか。こんな時に休暇？冗談で言ってる？よくわかんないや。でもおかしくなってどこにも行ったりしないからさ、安心して。ダメだった。知ってた？私がこの仕事を引き受けるのはまだ19の時だったんだ。他に適任者がいなかったし、自分の町が滅びるのを黙って見ているわけにもいかなかった。私は大人にならざるを得なかった。そのことが頭に残ってるんだ。19歳から、市長さんみたいな感じよね。もっと違うやり方としてればよかったと思うことはある？自分を責めようとは思わないよ。さっきも言ったように私はベストを尽くした。でもね、今持ってる知識で今の私で戻って最初からやり直せたらとは思うよ。そんな風に思ったことはない？気持ちはよくわかるよ。よし、よかった。私だけじゃないんだ。まるで私の頭の中で本当に思考の旅をしているみたいになってきた。私はそれほど内省的ではないんだ。君は私の凝り固まった思考を別の場所へと誘ってくれるんだね。それはいいことだろう？心配しないでよ。私は自分の心を迷わせるのが好きなんだ。君のような人が身近にいるって感謝してるってところかな。いいね、心を迷わせるのが好きなんだ。またこういう手伝いができればと思う。うん、また別の日にデートしたいってこと？お約束は差し控えますが、チャンスはあると思いますよ。もう夜が明けそうだね。行く準備はできたかな、格付け。夜がもう明ける。君の頭の中を覗き見できて楽しかったよ。あ、夜のお出かけありがとう、格付け。私たちはすぐにもっともっと仲良くなれると思うよ。じゃあね、近いうちにまた会おうね。うん、またね。ルシアさんは偉いな。真面目で偉い言葉が足りない。宿舎の、あ、リーディングステーションここだったか。まあ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 、もう鳥小屋のやつ持ってきちゃったからな。なるほどね。宿舎の許可証か。そろそろだね。1個ぐらい買っといてもいいかもしれない。うん、よし。このゲームにおいては料理をしてから売った方がいいのかとか、いろいろ考えちゃってね。あんまり畜舎とか卵とかを売りまくれてないんだけどね。よしよしよし、ベトベト食べない？ご飯。ちょっと卵をいくつか売ろうかな。料理にする？たまには料理しよう。ポイのフライが作れる。魚自体が高く、あ、エッグハッシュも作れるよ。チャーハン、カリフォルニアロールってあとはカニだったんだ。チキンヌードルスープ、
レッドベジスープ、ごまおにぎり2個。ごまっていうか、わかめご飯だね。ま、な、寿司あれ、寿司含まれてるな、ここ。だから、なくなったのかな、寿司作りのやつが。フルーツポンチを売ろう。いちご大福だって、美味しそう。お米がなくなっちゃった。うん、エナジースムージー。あ、蜂蜜がけりんごだって。うん、ここら辺は、お、冷えた溶岩蜂蜜。あ、冷えただけですごく良くなるんだ。ヤムイモの砂糖漬け、ライスピラフ、マッシュルームトースト、焼きパイナップル。ナス、エッグプラント。海外のナスっておっきいらしいね。よし、こっちはまず生地を作らないとだな。ベーカーズステーションで小麦粉を、麺を、動物の餌か、グリーンスパイス2個。あ、キャラメルが作れる1個。マスタード、チーズ、パイ生地。よしよし、いろんなものが作られてるね。ここじゃなくて、なんだっけ、アダマントの鍵をとりあえず作って、でも1個じゃ全然足りんからな。いろんなものが、いろんなものが一気に。コイのフライはそろそろ売っていっか。小麦粉はまた別、アダマントの忙しい。よし、8時か。うう、忙しいな今日は。石系インゴットを入れて、今日はすごいお金が入りそう。どうしよう、どうしよう。そろそろ乗るタイプの動物を仲間にしようかな。メルバリの方に売ってあったよね。ね、売ってあったよね。重い石がどのくらい必要だったんだっけな。もう一回確認に行かないとね、あそこの条件を。ここら辺で固めた方がいいのかな。ずっとカッパーだもんね。装備が貧弱だよ。そうだよそうだよ、蜂蜜。よいしょ、蜂蜜養蜂箱。養蜂箱下の方。うん、あー、板が足りないか。
エッグハッシュは食べるよ。あ、食べるようだ。うん、インゴットを取って、卵を売ろうと思ってたけど、ちょうどよかったね、いろいろね、いっぱい使ったね、卵。よし、畜舎を作るかね、そろそろ。畜舎だよ、作れる。はい、わあ、どこに置こう。鶏小屋がここで、畜舎が隣かな。まだ作れてないね、緊張しちゃうや。で、牛乳が手に入るようになるね。お手伝いさんが必要だよ。お手伝いさん欲しいよ。忙しい忙しい。よいしょ。で、板をいっぱい作って、いっぱい作られる予定で、畜舎、キャラメル。キャラメルは食べようか。あれ？はい、キャラメル。ね、食べてないね。で、畜舎が、あー、このくらいのサイズか。うん、間開けた方がいいかな。ちょっと道とかぶるけど、はい、確定。道とかぶりましたが、まあいいでしょう。タイルメーカーでもちょっと作っとこうかな。よしよし、ほい、チャーハン。チャーハンは、あ、食べるようだ。はい。大忙しだな。なや。おー、たくさん買えるねー。これは、あ、鶏も入れられるのかな、これ。ひょっとして。あれ？それなら鶏小屋の意味があまりないぞ。よしよし。うん。あ、よしよし。夜になりましたね。ではでは。明日は牛をお迎えしましょうか。楽しみだな。おやすみなさーい。ん？また出た。スムージー、ありがとう。もう気に入ってるでしょ、これ。ここ、うちのことありがとうね、いつも。よしよし、はい、ぐっすり眠りました。よし、今日はいっぱい売って2000円も入りましたね。よし、ではご視聴いただきありがとうございました。